これはですね、水切りヨーグルトを作ってみました。このなんていうの、お皿の上にザルで乗せて、でこのなんでビーカーみたいに乗せてって感じですね。この中にホエ溜まってるんですけど、どんな感じになるか楽しみですね。美味しそう。ちゃんと水が切れてる感じで、これうまそう。ちょっと一口だけ食べてみます。おお、ねっとり。ねっとりしてる。ねっとりしてる。確かに食感はなんかクリームチーズっぽい。これブルガリアのヨーグルトやったんですけど、他のやつでも試してみたいですね。こんなやっても落ちないっていうねっとり具合。うわ、蜂蜜かけたことでクリームチーズ感増したな。美味しい。今から、朝の支度とか、準備していきたいと思うんですけど、今回は、いつものね、あの動画と違う感じなんですけど、Vlog みたいな感じで、でどうしようかなって思ってて、その動画というかチャンネル自体を。で一つ思ったのは、無理しないっていうことをテーマにしたというか、動画を全世界に出すわけなんで、本当なんかこれがありのままの自分っていうわけじゃないんですけど、普段の自分に近いような感じで出していければいいかなって思ったので、どういう風な感じの Vlog なのかっていうことなんですけど、普段の自分の生活に関係してるというか、寄り添ったですね、生活の一部を切り抜いた動画をアップしていこうかなって思っております。動画もなんか結構なるべくシンプルにしようかなって思っております。であともう一つが顔出しなんですけど、顔出しはちょっと決めようかなって思って、条件付きでっていうのが、登録者が1万人超えたら顔を出すかもしれないですね。顔出してない動画で果たして1万人いくのかなって思って、っていう実験も兼ねて、そういう条件にしました。でその後も顔出しした、動画を撮っていこうかなと思っております。これサマーウォーズっていうアニメ映画知ってる方いたら、はい、知ってると思います。これユニクロで買いました。自分の中のイメージとしては男版インリビングみたいな感じですね。インリビングさんはすごい YouTube で拝見してるんですけども、動画の雰囲気とか編集の感じもなんかゆったりしてるって感じかな。時の流れゆったりしてるって感じ。それがいいのかもしれないですね。なんでなんか全部真似しようってするわけじゃないんですけど、はい、なんか男版インリビングみたいなのを結構こう頭の片隅に置いて、これからちょっと動画をね、編集していこうかなと思っております。なので、今までのその撮った動画をどうするかって話なんですけど、どうしようかなと思ってます。決してはないんですけど、非公開にしてる動画も結構あって、なんか急になんかチャンネル変わっちゃったら、あれ？この人誰だっけ？みたいになっちゃうんで、もしかしたら一部だけ残しちゃうかもしれないです。あとチャンネル名も変えると思います。
ただ今すぐ帰るっていうよりかは、多分この今撮っている動画1個目の動画を、アップして、から帰ると思います。はい、その方が急に帰れるよりかはいいかなと思うので、まあいろいろ長々喋っちゃったんですけども、ここで終わりにしていいかなと思います。外出していきたいと思います。